どうも皆さん、こんにちは、ひのです。皆さん、ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールやってますか？はい、ということで、ポケットモンスターバグだらけスペシャルと言われるほどバグが多いこちらのダイパリメイクなんですけど、つい先日僕がアイテムのね、増殖バグ1回でね、6個も増やせる、これ多分最高率ですみたいなね感じのバグを紹介したんですけど、なんとね、日々バグがね進化してって、逃がす必要もなく、ポケモンを増やす必要もない、そして30個ワンボックス分同時にね増やすことができるっていうね、バグが開発されたみたいなので、今回はそちらの方を紹介していきたいと思います。はい、ということで、やり方なんですけども、まずやる前にね、毎回注意してるんですけど、やる際は必ずね、レポートを最初にしてから、ね、行ってください。で、このね、オートセーブ、お任せレポートがねオンになってる場合はオフにしないとちょっとね大変なことになる場合があるので、必ずお任せレポートもオフにしてください。で、もう一つ、こちらね、バグ技となってるので、もしねデータ破損やデータがね飛んじゃったよっていうことがあったとしても、自己責任でやってください。ということで、やり方なんですけど、まず必要必要なもの、増やしたいアイテム、そしてワンボックス分のねポケモン、今回はねちょっとフローゼルでこれやってるんですけど、ワンボックス分何でもいいです。これ捕まえたポケモンでも全然大丈夫なんで、ワンボックス分埋めます。で、埋めたら彼らにね増やしたい道具を持たしてください。で、僕はね今竜のプレートが増やしたいので、竜のプレートを持ち物から持たせるっていう状況にしてます。でね、ちょっとワンボックス分今溜まってないんですけど、実際にね増えてる様子を皆さんに見せていこうかなと。ポケモンにね道具持たせ終わりました。ここまでですね、ここまで持たせて、こっからはね持ってない状態になってます。わかりやすくね見せるとこういう状況になってるんですけど、この今持ってる分増えます。まあ、なので次から30個一気に増殖ができるみたいな感じですね。まあ、最初はね1個から倍々で増やしていくみたいな、倍々みたいな感じですね。まあ、これでね下準備は終わったので、バグの方やっていきたいと思います。はい、ということで、今回もねなんと BDSP 版セレクトバグ、メニューバグを使います。はい、ということで、メニューバグ発動してください。ポケモンの強さを見る、強さを見る画面で ZL、ZR、そして A を同時押し、はい、今バグりました。こういう風にねバグってメニューが出てくる、これがねメニューバグです。まあ、このようにメニューが出てるのにもかかわらず動けたらメニューバグ成功してるので、慣れてない方はねこれでメニューバグ成功してんのかなっていう風に確かめてもいいと思います。はい、で、そしたら次ポケモン開きます。で、ボックス開きます。で、今ねフローゼルにカーソルが合ってるんですけど、このままね動かさない方がいいらしい。で、 X ボタンを5回押す、1、2、3、4、5と、はい、そしたらねこの上に整理がついて、メニューも出てる、なおかつポケモンにカーソルが合ってるっていうね状態になってると思います。そしたら A ボタンを押します。 A ボタンを押してポケモンを開く、今ね二重でポケモンを開いてます。で、ボックスを開く、これでね二重でボックスを開きました。で、こっからはもう持ち物をね回収していくっていう作業に入ります。全員にね持ち物持たしてたら、その分増えます。で、2ボックス分増やせるかちょっとよくわかんないんですけど、もしかしたら2ボックス分できるかもしれないね。やってる人見ないんで、もしかしたらバグるかもしれない。ワンボックスやるのが最適解なのかもしれません。はい、で、今ねポケモンから道具回収し終わりました。で、そしたら B と、で、これでボックスの画面に戻ります。ボックスを閉じてボックスの画面に戻ります。で、そしたら今カーソルが合ってるポケモンの強さを見ます。はい、で、戻る、で、戻る、で、戻ると、はい、そしたらボックス見てみてください。さっきね回収したはずの持ち物をねフローゼルがまだ持ってる状態になってます。で、しかもなおかつ持たせる、で、さっきね全部持たしたはずの竜のプレートが16個になって、道具だけの増殖が完了しました。こちらのバグね、めちゃめちゃ簡単ですし、しかも今までね道具と一緒にポケモンを増やすみたいな感じだったんですよ。だからダブルポケモン、増殖しちゃったポケモンがねいっぱい生まれたりねしたんですけど、このバグでは30匹いれば30匹分増やせて、それ以上ねポケモンは増えることがないっていうね、まあ、逃がす手間とかそういうのもあるので、道具だけを増やしたいよっていう人いたらね、こちらのバグ今までのねアイテム増殖バグと比べてめちゃめちゃ効率的なやり方なんじゃないでしょうか。ということで、今回は BDSP 版メニューバグを使ったアイテム増殖バグタイを皆さんに紹介しました。この動画がねいいなと思った方はチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。